トヨタコンフォート、コンフォート、コンフォートは、トヨタ自動車が生産していたセダン型の商用車、並びに、香港市場で販売されるワゴン型商用車である。初代は、タクシーや教習車として、2代目は、タクシーとして用いることを前提に開発された。製造は、初代、二代目とも、トヨタグループのトヨタ自動車東日本、旧関東自動車工業東富士工場。 静岡県裾野市。本校では初代をベースにしたコンプリートモデルのコンフォート GT Z スーパーチャージャーについても記述する。小型タクシー専用車として1993年7月に発売された日産クルーに対抗すべく、1995年12月にトヨタ自社ブランドの小型タクシー専用車として、中型タクシー専用車の姉妹車のクラウンコンフォトと、 共に発売された。クラウンコンフォートはコンフォートより、ホイールベースを 105mm 長くし、中型タクシーの基準に合致させている。競合車種の日産、クルーが2009年6月をもって、生産終了したため、以降、国内メーカー唯一の小型タクシー専用車となった。また、2014年9月をもって、日産、セドリック営業車が生産終了。 同年1月販売終了したため、2017年5月に販売を終了するまで、日本国内で新車購入可能なセダンタイプのタクシー専用車は、コンフォートとその姉妹車のみとなっていた。ベースは x 8 0 k マーク e セダンであり、サスペンションも8 0 k マーク e の、カイグレードと共通のフロントストラット、リアリンクリジットとなっている。形式は、XS11。 Y, TSS11, Y で搭載エンジンは 3YPE, 4SFE, 2LT, 1TR, クップ、マイナーチェンジ後の XS13Y, TSS13Y では 3SFE, 1TRFE となっているが、クラウンコンフォートとは異なり、時記録の1 g p の設定はない。強襲者は形式の最後に Y がつく。 FR 方式で鉱石の寸法と、後部ラゲージルームの容積を大きく取り、無線機や料金メーターなどのタクシー業務用、聞き取り付けスペースを設けるなど、完全にタクシー向けに特化された設定である。なお、同社が最初からタクシー専用に開発された、車種としては1955年1月から1956年11月まで、販売されていたトヨペットマスター以来、40年ぶりと、 なるまた、コンフォートシリーズは、スポット溶接の箇所を減らし、車体剛性を落とすことで、40万キロメートル以上の走行にも耐えられる設計であることも、特徴である。この手法は、同社の E110 型系のカローラ、スプリンターから用いられている。日産、クルーとは異なり、B ピラーの位置は、左右対称、左右のドアの大きさは同じである。バンパーは、 フロントリアとも上下に分割式となっており、修理性に配慮されている。小型タクシー専用のセダン型商用車として設計、開発された車種ではあるが、ガソリンエンジン、LPG エンジンにかかわらず、タクシー、教習車とも一般の個人客でもディーラーで購入が可能であった。トランスミッションはタクシー使用・教習車。 使用ともに5速 MT と4速 AT を設定。コンフォート、クラウンコンフォート、クラウンセダンシリーズ、S1XK の中で、ガソリンエンジンと MT の組み合わせがあるのは、教習車だけである。グレードは、タクシー仕様が、スタンダード、スタンダードデラックスパッケージ、SG の3種で、教習車仕様はデラックスのみ。東京地区での車両本体価格は、 タクシー仕様が171.1万円マイナス224.7万円。教習車仕様が167.0万円マイナス184.0万円。コンフォート GT-Z スーパーチャージャーは、トヨタテクノクラフトが、コンフォート教習車、2000cc ガソリン SXS13Y をベースに、製作した、コンプリートカーで、2002年、 平成14年に1台だけ製造した先行試作車および2003年平成15年7月から2004年平成16年2月にかけて59台製作された市販車の通称である2002年平成14年スーパーチャージャー搭載サスペンションのチューニングなどを施したスポーツセダン仕様の試作車を製作同年末にウェブ上でリリース 2003年、平成15年東京オートサロンに出展、チューニングカー部門優秀賞を受賞。同年6月24日から11月17日まで、東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県のトヨペット店で、期間、地域限定で、受注販売された。価格は227.0万円マイナス291.8万円であった。 ベースエンジンは 3SFE 型直列4、気筒 DOHC、ハイメカツインカムで、これにコクラクラッチ製、ルーツブロワー式スーパーチャージャー TX07 を、組み合わせ、使用燃料を、プレミアムガソリンとすることにより、最大 0.3KGF、センチメートルの下級圧で実質力 118kW、160PS、6100rpm。 トルク221ナノメートル22.5 kgm3300rpm を得ている。これはノーマル比26%のパワーアップ。ノーマルはカタログ上 96kW130PS5600rpm181 ナノメートル18.5 18. kgm4400rpm で 3SGE エンジンを 縦置き搭載するアルテッツ RS-60、カタログ上 154.4kW210PS 7600rpm 215.7nm 22.0kgm 6400rpm よりも低速側にトルクバンドを広げエンジンより車種性能がはるかに勝っている標準車に対しトータルでの扱いやすさと モアパワーを狙ったチューニングである。車両重量は1、300kg、総重量 1575kg、パワーウェイトレシオは8.13、9.84kgPS である。スピードリミッターを無効にしたサーキット走行で、時速 204km という最高速度を記録している。その他、専用のブレーキパッド、フロントブレーキシュー、リア、 フロントスポイラー、ブラックアウトされたウレタン風 FRP 製、リアスポイラー、専用マフラーがおごられているほか、標準で RS 渡辺製の8スポークアルミホイールと、ブリジストン製、ポテンザギー、前、205、60R15、後、215、60R15 が装備されている。全体的にクロームを排した外観や、 トランクリット左についているエンブレムも1980年代のスポーツセダンテイストを醸し出している。車高は純正比マイナス 30mm とし、日常での使い勝手も考慮したダウン量となっている。メーカーオプションとして、大盛り規制の電気式3連メーター、下級圧、油圧、油温、TRD 性強化クラッチ、LSD、TRD、またはゼクセル性。 全席、TRD セミバケットシート、TRD エアバッグ付けステアリング、シフトノブなどの装備があった。2004年チューニングショップ奥山の手によって、トヨタテクノクラフトが調達した3台の中5800強襲車、SXS11Y を、うち2台を使用して製作。残り1台は、部品取り、エンジンを 3SGTE に換装。 ドゥーラックのエアロパーツにガルウィングドア装着のドリフト仕様のコンフォートが登場し、各イベントで走行された。その後、D1 グランプリに出る機会を逃したままガレジに眠っていたところ、2006年 D1 グランプリ参戦中の APP レーシングの2号車として奥山にてサイド内改造の後 2006D1 グランプリの国内ラウンドに参戦することになった。 その際にオーバーフェンダー装着、規定に合わせて、ガルビーイングを撤去。同年代3戦富士では追走ベスト16進出を果たした。ジャパンタクシーの香港、マカオ向けとして、コンフォートの名が継承されることになった。初代 BRT140 系コロナセダン、タクシー仕様、X80 系マーク E セダン、タクシー及び教習車仕様の後継車種として、発売された名残で、 トヨペット店での取り扱いである。ただし、大阪地区では2006年8月7日まで、旧、大阪トヨタ、現、大阪トヨペットでの取り扱い。また、東京地区では、教習車仕様に限り東京トヨタ、東京トヨペットにて併売されている。2004年4月以前は教習車仕様に限り、ネッツ店、ビスタ店、チェイサー、クレスタ両社の教習車 使用取扱いの名残でも取扱いされていたが、両店の統合に伴いネッツ店での教習者使用の取扱いが廃止れている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。